のユーモアネット専門分野パソコン修理販売配偶者、一回り年下のギャル系かコスプレイヤーさんを募集中、誰も知らない私、カフェキャラ、コミュ障で人に声をかけて気持ち悪がられることに、常に不安を覚えています。私の成功の鍵は常に全力で、順調バカをやり社会にとって唯一無二の存在になることです。それでは金子さんよろしくお願いいたします。はい、長坂さんありがとうございます。皆さんスピーカービューでご覧ください。本日は、このホワイトボードを使ってですね、やらせていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。昔一回やったテーマなんですけどね、神と呼ばれる理由なんですけれども、私いろんなところで、先ほどさせていただいて、今日の、ゲストに来ていただいている是永さんもですね、まあ、神通り越して変態と言ってくれるぐらいに、まあ、このサービスに特化して仕事をさせていただいております。この理由ですね、まず私3つの強みよく言ってます。名刺の裏にも書いてあります。再び仕事ができるように修理をします。最速一晩で修理をします。あとは完全成功報酬制で修理をしますというふうに言ってます。で、これ結局何が言いたいのかっていうと、パソコン、壊れたパソコンをですね、すぐに元通りにするっていうところなんですね。で、結局パソコンが壊れて困ってるんじゃなくて、パソコンが壊れて仕事ができないからお客さん困ってると。だからそれを早く元に戻してくれっていうのがお客さんの一番の要望です。で、僕は電話を聞いた時にお客さんはやっぱ困ってて、だから何が起こったか分かんない。で、じゃあどうやったらゴールなんですかっていう、この解決策を一緒に電話しながら考えてあげるんですね。壊れて何ができないの、どうしたいのっていうふうに聞くことによって、あ、こうすればこの人にとっては解決なんだなっていうのを一緒に考えます。で、これが実は、じゃあ他社って何やってんのというところなんですけれども、他社はとにかくパソコンを直せばいいだろっていう考え方できますんで、お客さんの問題解決にはなってないんですね。だから壊れました、他社電話します、パソコン直ればいいでしょって直してもらったらデータが空っぽだった、設定がゼロだったってなっちゃうと、お客さんにとっては何の意味もない。一度ありました、メーカーに出したら空っぽで帰ってきて、どうしたらわからないから僕に設定をしてくださいっていう風な依頼もありました。他にももう古いからダメっていう風に、もう初めから断られるっていうケースもあるんですけども、じゃあ古いなら古いでどうにかなりませんかねっていうことをお客さんと一緒に考えてあげるっていうのが僕の大きな特徴なのかなと思います。つまりお客さんにですね、とにかく安心をしてもらう。安心、お客さんパソコン壊れちゃった、データがどっか行っちゃったかもしれない、大事な写真が入ってます、経理のアプリが入ってるんです、これどうにかなりませんかっていうので結構テンパるんですよね。で、僕は電話を聞きながら、あ、大丈夫ですよって一番最初に言います。壊れました、起動しません、データは大丈夫だと思いますからどうするか考えましょうっていうふうにやると。で、もうやっぱりね、お客さん、さっきも今日メインウィークリープレゼンで突然行きます。さっきまで良かったのにいきなりダメになっちゃった、朝は良かったのに起動しなくなっちゃった、もう本当にね、一体何が起こってんだと、このパソコンに一体何が起こってるのか分かんないからあたふたして、で、変な業者捕まされて高い料金払ったけど結局は解決できないっていうことも、まあまあケースとしてはあります。だからもう今日の、ネットワーキング学習コーナーでも上原さん言ってました、聞き上手になるわけですね。とにかく話を聞く、どういう状況、パソコンが起動しないって電話かかってくるんですけど、じゃあ電源は入るのか電源も入らないのか、パソコンは起動するけどブルーの画面になっちゃうだとか、そういったのを徹底的に聞いて聞いて、その原因が何かっていうのを一生懸命考えてあげると。で、その原因が多分これなんじゃないか、メモリが悪いんじゃないかな、電源がないんじゃないかな、バッテリーがおかしいんじゃないかなっていうふうにお客さん言ってあげると、
あ、そうなんだそうなんだっていうふうに落ち着いてくれます。でそれからまずはやってみる。でこのやってみるっていうのも一つ一つ原因を潰していくわけです。でそれをやっぱりやってあげるとお客さんもたとえ治らなくても、まあ治らないっておかしいですけど、安心はしてくれます。でやっぱり解決策を一緒に考えるわけですから、じゃあこのパソコンこれだけやったけどもうダメだよね、でもデータは大丈夫だよ、データはね、データは大丈夫だよ、じゃあこのデータを新しいパソコンを持ってきてそこに入れてアプリも使えるようにしてお返しすればそれで解決になりますかって言ったら、あ、それで OK ですっていうふうに言ってくれる方もいらっしゃるので、じゃあそういう提案をしていくらいくらですよっていうふうにお話をさせてあげます。で大体そのまずはやってみる中で、これは本当に、最悪なケースなんですけども、意外とね行ってやるとすぐにですね、治っちゃうことが多いんですよね。意外と大塚さんテンパって行きます、いや実はモニターの電源が引っこ抜かれてて絵が出なかっただけでしたみたいな、ちょっとお客さんもあごめんなさいっていう人もこともあるんですけど、でも大体すぐに治ることが多いんですよ意外と。でそうするとお客さんなんていうかっていうと、もう終わったのってびっくりされます。で神と言われるんですね意外とこのケースが本当に多くて、でパソコンのセットアップもそうですね、今回ゲストでいらっしゃっているこれながさんのところにもパソコンのサポートセットアップ行きましたけれども、大体普段の業者が2時間3時間でやっちゃうところを僕の場合だと、まあ1時間ないし30分ぐらいで終わってしまうと。それはなんでそういうことができるのかっていうと、お客さんにとって何が解決なのか何がゴールなのかを常に考えて作業する行動するっていうところなので、これがこの私の強みプラスお客さんの解決策ゴールをまず設定した上で動くっていうところなので、これが他社と大きな違いになるんじゃないかなというふうには思います。でその上で僕が紹介してほしい業種ですね、まずは一つ、税理士があります。税理士の先生、今結構パソコンで経理やってます。でオンラインのクラウドでやるパターンがすごい多いので、自分のパソコンはいいんだけどクライアントのパソコンが調子悪いっていうケースが結構あるんですよ。でその時に僕にお願いをされてきて、じゃあ僕がそのクライアントさんのパソコンを早くしたりだとか、もうちょっといいようにしてあげるっていう風なケースがまあまああります。で若い人はクラウド分かるんでいいんですけど、特に親から受け継いだとか古くからやってる税理士さんっていうのはやっぱりパソコンがすごく苦手なので、そういう方もご紹介いただけるとその税理士さんにとってすごく安心する心強い存在になるんじゃないかなと思います。それともう一つ事務機屋さん、これは原さんみたいな業種の方、原さんとかまあ営業さんなんで、いろんなところに顔出していろんな複合機売ってますけども、やっぱりそこで、壊れちゃったとか調子悪いって時にすぐに動ける人が欲しいねって言った時に僕がいると、じゃあ僕がすぐに行ってお客さんのところの問題解決をしてあげるということで、まあ、結構原さんからもご紹介いただいておりますので、そういう事務機屋さんとつながるといいんじゃないかなというふうには思ってます。で、次ゲーマーとか YouTuber の方は、この人は自分でパソコンを組まれる方です主に。なので、組んだことがない特に若い人が多いもんですから、その時に僕に相談していただくと多分この辺でいいんじゃないかなというふうに美味しくしてあげて、で持っていくことができます。ちなみに明日志摩半島へこれ納めに行ってきますんで、遠くまで行ってきます。最後これいるといいな、コスプレイヤーさんとかと、実はですねあんな車乗ってる割には知り合いないんで、ベストもお友達になりたいと思っておりますといったところで、もうそろそろ時間となります。ご清聴ありがとうございました。今のプレゼンテーションを通じて、金子さんのビジネスについて学ぶことが
リファーラルを提供できるように最善を尽くしましょう。それでは金子さん、ありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手をよろしくお願いいたします。